今日はですね、皆さんからのね要望が多かったキッチンツアーをやりたいと思います。んーでね、どこからやろうかっていうか、何が見たいのかな。まあ、ここら辺からちょっと行きますかね。まあ、これは手書きメニューです。一応ね、こう磁石も貼れるようにしてあるんですが、でこの壁はもう作るのやったけど、でもこれはまだあれかな、まだっていうか動画しなかったんだよね、めんどくさくって。一応ね、鉄でできてるフックをね、いっぱいこうかけてありますが、でこの棚もね、動画見てる人はね、いつの間にかついてたみたいな感じになってたと思いますが、あ、そうそう、でこれはね、壁紙です。このレンガみたいなやつ、剥がせる壁紙っていうやつですね。それを切ってなんか糊で貼っつけました。でこっちは今こんな感じですね。これはね、同じフックですね。でこれはね、なんだっけ、ゼラニウム、ゼラニウムがね、どうだっけな、これかな、ゼラニウム、これを収穫してね、今ちょっとこれお茶にしてるんですけど、もう割と乾いてきたかなね。でこっちがこの前作ったスパイスの棚で、あとは包丁だし、なんかあんのかな、お水ね、お水、果物、見りゃわかるよねでオーブン、なんかね、オーブン何使ってるんですかっていう人が多いんですけど、ナショナルの NEW300 ってやつなんですけど、ナショナルってもうないよね、きっとね。まだあるの？ないよね。まあ普通に売ってるやつです。でね、これがですね、あ、そう、これこっちが銅でこっちがステンレスなんですけど、これはオーダーで作ってもらったやつで、でね、ジャストサイズでここにはまってて、ここがね、真っ平らなのですごい使いやすいんですよ。これはシリコンのオーブンプルーフのマットですね。これもね、そこら辺に売ってますよ。そこら辺には売ってないかな、ネットだったら絶対売ってますね。はい、でこれがいつも使っているカセットコンロですね。ね、コンロあるんですけど、こっちの方に、ちょっと暗すぎてね、動画は撮れないので、いつもこれを使います。このカセットになってるやつね、岩谷のやつです。でこれ今ない、植えないけど、バイタミックス、何年前のだろう、もう7年ぐらい前のやつですね。これは比較的新しいバイタミックス S30 ってやつですね。これね、かなり便利です。どっちがいいって言われたらこっちがいいかな、とりあえず。これね、ちょっとね、小さすぎますよね、あのミキサー1台をこれでやろうとするとね。でこれはコーヒーグラインダーですね、書いてあるかな、マッツァーってやつですね。見えるかな、はい、マッツァーっていうコーヒーグラインダー。でこれがラパボーニっていうエスプレッソマシンですね。で最近ですね、このボトムレスフィルターっていうのをこれ手に入れまして、非常に満足しております。あ、ちょうどよかった、これがですね、ボンカーボックスって言って、
この入れ終わったやつをこうやってやると綺麗に取れると。でこれはですね、あんま日本に売ってないので、イタリアの会社から個人輸入しました。あのこのボトムレスフィルターと一緒に。そんな情報を言ってもね、買う人いないよねきっとね。で、ここら辺のまな板はですね、だいたいアメリカで買ってきたやつですね。うん、よくこれが動画に登場します。でこれが木豆ですね、コーヒー豆で、これいってあるやつもうほとんどないですけど、ね、こっちも豆、こっちも生のコーヒー豆で、このねインドネシアマンデリン、これがね僕はすごい好きで、これねもう2キロ買ってあります。まあ、木豆なんでね、中は、見えない。でこれがですね、まだよいしょ、これがねクソ重いんですけど、ロッジのなんて言うんだろう、これグリルパンで、これがパニーニプレスってやつですね。でパニーニの動画を撮ろうとしてこれ買ったんですけど、ちょっとまだ動画撮れてないです。こっちはね何回か、何の動画で使ったっけ、パンケーキとかの動画でなんか使いましたね。ね、非常にいいです。安いし、4000とか3000とかそんぐらいですね。でもよいしょ、クソ重いです。でこの下は、まあ、これはゴミ箱ですね、ビニールと燃えるゴミ、ね、はい、そんな使わないけどジューサー、これもほとんど使わないけどディハイドレーターで、ここら辺はですね粉類、小麦粉とかですね。でこっちはなんか豆とか雑穀とか入ってます。でこの棚は終わりかな、終わりだね。あでね、新しい棚買いましたよ。なんかすごい、このこれね、壁を買った会社で売ってたやつで、なんかねここ棚作ろうかなって思ったんですけど、すごいジャストサイズのがね売ってたので、この奥行きとかね横幅がちょっとね、もうこれでいいじゃんと思ってこれを買いました。でもこのボックスは別売りでしたけどね、でもぴったりにはまるように設計されているものを買いました。まあ、この辺はね、これもね結構みんなあれだよね、気になってるらしいんですけど、よく登場するミルサーですね。これはねトライベストのパーソナルブレンダーってやつですね。これね僕もらったんですけど、沖縄のね LLMP さん、そこで買います。これねかなり活躍しております、ね、パスタマシンと、あとコーヒー焙煎機 ね、コーヒーの動画を見た方は見覚えがあるかと思いますが、こんなとこかな。あこれはねいつだったか僕が作ったやつですね。一回も使ったことないけど使いづらそうだから、なんかどうしてもこの形が作りたくってね、うんこみたいになっとって可愛いです。んで、あこことか気になるかな、これね、あちょっと引くとねこんな感じなんですけど、いつもねここで料理するんですけど、動画撮るとき、ここの棚がですね、この前なんかの動画で開けたよね、ここね、お茶とか、お茶あんま飲まないんだけど、
あ、なんかいろいろ食材が入っております。こっちも食材だね。海苔とかなんかキヌアパスタ、なんだライスパイラル、ね、こっちも食材ですね。食材でございます。あ、そうそう、この前のなんだっけ、あの動画、タルトタさんに入れたバニララムはね、これです。見えるかな、ピントが合わないね、近いのか。はい、2010年7月16日に仕込んだらしいです。ラムにバニラビーンを入れて5年半経ったやつですね。でね、超いい匂いがします。で、こっち側も見たいのかな。もうちょっとね、見づらいんですが、瓶、缶、ペットボトル、あとはなんかビニールとかなんかゴムとかいっぱい入ってます。でね、あとこっち側もあるよね、なんか お菓子作りの道具たち。あー、これはね、前お弁当とかちょっと作ってた時のなんかアルミのカップとか。あー、これ懐かしいね。これベジバーガー、動画あるからね、作りたい人はチェックしてください。ランチョンマットとかね、飛行機うるさいよね、本当にね。こっちがなんかタルト型とかケーキ型、その他もろもろ。こっちはなんか容器、コンテナですね。んで、あとこれはなんだっけ、メーソンジャーにいろいろよく使うものをここに並べてあります。